な素晴らしいホールで演奏させていただけるとても嬉しい気持ちと、以前出させていただいた時に、緊張してしまったので、不安な気持ちが、ありました。ですが普段会員様に緊張している時にこう失敗することをこう恐れることよりも、その時に自分が吹いているホールの響きをよく聞いて、楽しんで演奏してくださいと伝えております。で、私もそのように演奏できるように頑張りたいと思っております。初めてクーラーの作品に出会ったのが、小さい頃ピアノで習っていた時に弾いたソナチネでした。で、その後、フルートを始めて、高校生の頃にクーラーのカルテットを、演奏した時に、なんて綺麗な曲なんだと、衝撃を受けまして、でその後、大学の図書館に行ってこの曲に出会いました。哀愁漂うメロディーや、華やかなメロディーなど、転調を繰り返して、流れていくこの曲は、まるでこう花束のようにこう美しいメロディーがいっぱい入っております。どこを摘み取っても綺麗だなと思っていただけるように演奏できたらと思っております。小学5年生ぐらいの時に母親からこうフルートやってみないと言われまして、わけもわからないままフルートの先生のところに行ってフルートを初めてこう口に当てて吹かせていただいた時にすごく楽しいなと思いまして、でそれからもうハマってずっと今でも演奏をさせていただいております。さまざまな楽器のインストラクターの演奏を聞いて、自分も演奏してみたいなと、楽しそうだなと思っていただけたらとても嬉しく思います。